至る所の戦線で非常な働きを示した無言の戦士軍用犬は、やはり兵隊さんと同じように厳格な規律の下で絶え間ざる訓練を受けています。弾丸の下をくぐっての伝令訓練や突撃訓練、団体訓練も見事にやってのけます。激しい戦闘演習の後には嬉しいお休みの時間が待っています。現地で生まれた子犬にお乳をやる母犬もあり、兵隊さんに戯れるものもあり、見るからに楽しそうではありませんか。